ワユンです。今日は最近本当に可愛すぎてハマってるこちら、じゃん、自由でお買い物をしてきたので、その購入品を紹介していきたいと思います。最近本当に自由の服にめちゃめちゃハマってて、お店の前を通ると、あー見ちゃいけない見ちゃいけない、でも気になる、知らん、可愛い、入ろうってすぐ寄り道をしてしまうんです。で、今回も寄り道をして、テキテキティバスティック、可愛い、あ、すごく可愛いって意味ね。初めて使ったけど、まあ引っ越してきてからモコモコのあったかい冬用のルームウェアが、言いにくいな、ルームウェアがなくて、このままじゃ凍えて雪だるまになっちゃうんじゃないのって心配になってたので、一眼も買っちゃってお金もないけど満足してハッピーなのでいいんです。明るくなってきたな、今何時？それでは早速やっていきましょう。紹介していきます。まず1着目、こちら、すごいモコモコのピンクのスウェットです。もっと可愛いの予想してたでしょ。なんかスウェットって不意に着たくなるよね。なんかこんな感じで、普通のスウェットよりは首元が広くてゆったりしてます。でね、こんな感じで若干後ろの丈が長いデザインになってます。着てみるとこんな感じ。こちらもモコモコの真っ白なルームウェアなんですけど、見て、猫が寝てる。もう本当に触り心地もすごい気持ちよくて、安らかな眠りに導いてくれそう。こちらも着てみるとこんな感じになります。ショーパンに、じゃーん、これがね、めっちゃ可愛いんですよ。ルームシューズです。やっぱりね、床が冷たいので、リッパと違ってパカパカしないルームシューズが本当に欲しくて、まさか GU にこんな可愛いルームシューズがあるなんて思いもしなくて即買いしました。横にね、星がついてて、中はグレーでしっかり中までモコモコしてます。きっとユンの中でこの冬大活躍するに違いないでしょう。はい、今日のね、 GU の購入品はこんな感じでした。全部ルームウェア。他にもね、ディズニーとコラボしてるやつだったり、こんにゃく、こんにゃく、なんていうんだっけ、あ、老若男女、老若男女着れるシンプルなね、ものもあったので、彼氏彼女でペアルックにするのはもちろん、友達とお揃いだったり、幅広い世代に受けそうなものもたくさんあったので、学生の子とかだったらママパパとお揃いにして、親子でね、ペアルックを楽しんでもいいんじゃないかなって思います。あー、いいな、家族愛、考えただけでほっこりします。うん、今日の動画はこんな感じです。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ユンでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れ元から変だけど。じゃあ、またな。